10秒で活躍できなくて個人降格みたいな感じになりましたけど、試合上等で、俺の特徴っていうのはゴール前で勝負をすることだから、来るっていうふうに信じて真ん中で待ってたんで、横浜っていうこの地元で輝いてた。僕のサッカー人生はここからどんどんどん上に登っていく。小川選手にとって多分今シーズンはすごく期するものがあった、大きかったシーズンだと思います。今の率直な心境から教えてください。今は素直にというか、この間勝てなかったですけど、すごく嬉しいですし、ほっとしてる。今年目標にしてた電話昇格っていうのが達成できたことの実感というか、まあこの間の金沢戦終わってからじわじわとこう出てくるような感情というか、まあやっぱ試合前に知っちゃったんで、なんかこう試合を今からやるってこうスイッチ入った状態で知っちゃうと、なんかこう喜ぶにも喜びすぎ、なんかでも良くないしみたいなのがあって、でだんだんとこう実感が湧いてきて、今J1 昇格達成できたんだなっていう喜びのが大きいですね。で改めてその今年横浜 FC へ完全移籍で加入した理由っていうのを教えていただけますか。10秒で本当に活躍できなくて、すごく苦しいシーズンをこう何年も過ごしてきて、まあ環境を変えるっていうのがやっぱり自分の中で大きな変化だと思ってましたし、一度水戸に移籍して環境を変えることの大事さだったりとか、まあそういったところはすごく学ばせてもらったし、まあ今年、まあ本当に僕もそろそろ気を引き締めてというか、まあ、毎年気を引き締めてますけど、本当に何か目の色変えてやらなきゃいけないということで、J1 のジュビロっていうことではなかったですけど、J2 に、まあ、個人降格みたいな感じになりましたけど、横浜 FC さんが僕を必要としてくれた、で、横浜 FC のこう未来のビジョンというか、どういったふうに考えているのが僕の思いが、まあ、マッチしたというところで、まあ、移籍は決断しました。今シーズン本当スタートからすごくいい形でシーズンに入ったっていうところで、まあ、今期の横浜 FC っていうのは小川選手からどんなチームだと感じていますか。特に最初の方はやるべきことだったりとか、プレーを求める監督のどんなプレーを求めているかっていうのが結構はっきりしていて、自分たちはこう打ち合い上等で攻撃的なサッカーをするんだっていう、やっぱり監督もそういうふうなことを言っていたので、やっぱり選手たちは分かりやすかったですし、すごく攻撃的な横浜 FC のサッカーっていうのを今年、まあ、見せれたんじゃないかなと。まあその分間違いなく失点はやっぱり攻撃的に出る分、失点数はかなり多かったと思いますけど、それは本当に守備の選手たちには感謝して、攻撃陣が、まあ、点を取ることに洗練できた、攻撃的ないいチームを作れてたというか、まあ、本当に攻撃的にいいチームだったんじゃないかなって僕は思いますけど。でそのやっぱり四方田監督の存在がすごく大きかったと思うんですけど、小川選手はその四方田監督から特にこういうことを言われたみたいなのは何がありますか。やっぱり僕自身はフォワードの選手だったので、でもシャドウをやることが結構多くて、まあ、その中でもやっぱり俺の特徴っていうのはゴール前で勝負をすることだから、まあ、1.5 列目みたいになるけど、フォワードほぼフォワードみたいな形でゴール前には全然入ってっていいよっていうのは、てか入っていけっていうことは強く言われましたね。今シーズン積み上げて本当に24ゴールっていうのはかなりの数字だと思うんですけど、なんか特に印象に残ってるゴールっていうのはありますか。なんかこう大事なゴールではなかったかもしれないですけど、僕自身としては岩手戦グルージャー盛岡かの3点目のシーンなんですけど、まあ結構長い間7試合8試合結構取れてなくて、チームもなかなかうまくいってなくて、その中で本当に得点が僕自身欲しかったですし、まあ、その中でロスタイムの3点目っていうあんまり、ね、大事なゴールではなかったかもしれないけど、自分の中ではかなり大きかったゴールというか、うん、今どのゴールがって言われた時に、まあ、一番最初にパッと浮かぶのがやっぱりそのゴールが一番こうほっとしたというか、そういったゴールだったと思います。先月の甲府戦
で決めた。あれは本当チームとしても3戦勝利なしでっていうところで、やっぱり本当2位か3位かって全然違う状況の中で、あの85分の決勝弾、すごく本当チームを救ったと思うんですけど、あのゴールはどんなあのイメージで。いや、まあそういうふうに言われてみると、やあの思い返すとやっぱりそのゴールが大きかったというか、いいゴールだったなっていうふうに、タイミング的にも時間帯的にも大事な試合だったですし、あのゴールは、その試合結構僕自身もパフォーマンスも悪くなくて、自分がボールタッチする回数もゴール前に入っていく数も本当にいいものがあったし、まあやり続ければ絶対ボールが来るっていうふうに信じてやっていたので、本当に喉から手が出るぐらいあの試合は点が欲しかったですし、それが達也くんからね、素晴らしいボールが、まあ、あれ来るってなんとなくやっぱ思ったし、で準備してたからこそ生まれた、それで持って結構ああいうヘディングっていうのは正面に行っちゃいがちなんですけど、しっかりと面を作ってボールを枠に入れれたっていうのは自分の自信になるかなと思います。本当長谷川達也選手のクロスからっていうのはすごく一つ のチームとしての形というか、もう本当にいくつものゴールが生まれたと思うんですけど、長谷川選手も小川選手も加入1年目の中でどうやってその関係性構築したんですか？もう多分キャンプぐらいの時に、あ、このクロスは達也くんはいいもの持ってるなっていうのはすごいもうキャンプで感じましたし、これは武器になるというか、このチームの最大のストロングポイントの攻撃面で最大のストロングポイントになるってその時にもう思ったので、達也くんが持った時には必ず動き出しをしようっていう風にもうその時に思ったんで、まあ、それが、シーズン序盤から含め最後の方も多分相手は相当警戒してたポイントだったと思うし、達也君からのクロスっていうのはで警戒されながらも、最後も得点が奪えたりとかっていうのは、やっぱり達也君も警戒されてもそれを上回るクロスだったりとか、まあ、そこのアウの呼吸だったりとか、それは今シーズン通して素晴らしいものがあったなと思います。横浜 FC というと中村俊輔選手が、はい、あの引退を発表されてっていうの、やっぱりその高校の先輩だったりとか、岩田時代からもあのチームメートだったんですか、なんか思い出って今なんか、ああいうことあったなみたいなので感じるところってありますか？あの出れてない選手とか僕に対してもそうですし、よく声かけをしてくださってたし、そうですね、やっぱり大事な試合の前とかになるとみんなをこう鼓舞するというか、思いを伝えてくれてチームを少しでもいい方向に持っていくっていうようなことがあったので、まあ、そういったところアドバイスは本当によくありました。チームメートとして感じる中村選手の凄さっていうまあ凄さっていうか、僕がそんなね語れるほどでもないですけど、まあ、凄さはみんな本当に分かってると思うし、まあ、どういったところプレーのところに関してはやっぱりあの左足から放たれる美しい軌道もそうですし、精度もそうですし、本当に味方が受けやすいボールだったりとか、この間もカナダ戦も僕自身何回かパス受けましたけど、やっぱり違ったものが違ったタイミングで縦パス入ってくるし、まあ、そういうところはすごいですし、まあ、何よりやっぱりいろんなことを考えてチームがうまくいくように、人とは違ったアドバイス、違った観点から、選手に伝えることができるっていう、まあ、それは間違いなくあの世界での経験だったりとか、ここまで のキャリアを長い期間サッカーをやってるっていう経験から基づいてから来るアドバイスだったりとか、そういったところはすごいなと思います。なんか今振り返ると、あのホーム水戸戦での0-2からひっくり返した試合の、はいはい、あの決勝弾、なんか本当入ってきてすぐのコーナーキックでっていうので、なんかあの印象というか思い出に残ってるじゃないですか。そうですね、やっぱり、なんか来るって思いましたし、あのそこでその日はほぼほぼニアで跳ね返されてたんで、俊さんが入ってきて来るっていう風に信じて真ん中で待ってたんで、本当あれは来てすぐにあのキックができるなかなかないと思うんで、はい、横浜の町でその横浜市を昇格に導いたってところ で横浜市出身でもあるというところで、なんか横浜の町への思いっていう、そうですね、横浜への思いっていうよりかは
っぱりこの地元で三ツ沢っていうのもそうですし、親もすぐに見に来れる距離っていうのもあるし、その中で J1 昇格ができて僕自身の点が取れたっていうのは本当にこういろんなことがうまくいってマッチして達成できた、みんなの力というかみんなの応援のおかげで横浜というこの地元で輝けたのかなっていうのはあるんで、周りの人とかチームメイトとかにはすごく感謝をしてます。お気に入りの場所とかって教えてもらってもいいですか？お気に入りの場所か。横浜のお気に入りの場所、僕は結構餃子とかが好きで、中華街かな、やっぱはい、あそこは好きで、みなとみらいとかもそうですけど、中華街の雰囲気とか好きですけど。2023年はどんな1年にしたいですか？そうですね、今年の目標に全く満足することなく、ただここで本当にようやく僕自身がスタートラインに立てたと思ってるんで、僕のストーリーというか僕のサッカー人生はここからどん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 上に登っていくと思ってるんで、来年は今年よりもさらに上の舞台で活躍できるように頑張りたいなと。じゃあ最後に横浜 FC のファンサポーターへのメッセージをいただけますか？そうですね、本当にいい時もあったし悪い時もあったし、その中で変わらずに遠いところまで駆けつけてくれる熱いサポーターに本当に感謝しているし、僕が点決めた時には本当に人一倍声を荒げるって言ったらあれですけど、拍手だったりとかそういったこう声援の熱さというものを本当に感じてたので、そのためにやってた部分もあったし、本当に熱いサポーターのファンの皆さんには感謝しています。ありがとうございます。一緒にサッカーしたいって思われてなかったのかもしれないです。僕は一次試験で落とされるこのクラブで成長してほしいっていうのは僕も感化されて、この世代の中心としてやっていくんだ、一番前で勝負していくっていう、全然そこのポジションを僕が担うというか、僕自身が結果を出してそこまでいけば